とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はタワー更新ですね。今回も残念ながら30回までです。長いなー。おー、いきなり出た。いきなりエンチャンターか。めんどくさいのが出てきたね。また結構エンチャンターがたくさん出てくるステージなのかもしれません。ちょっと注意が必要かな。おい、見えん、そこ。おい、ちょっと待て、まだいた。まだエンチャンターいやがったしかも一番強いやつをエンチャかけやがった、こいつ。よっしゃ、こっちはいないね、もう。オッケー。うわー、エンチャンターが全部で3体いますね。うんうん。なんで先に倒すようにすればいいでしょう。おー、パワーシェイカーでしょ、これはね。次、どんな感じだ。2階はどれぐらい出てくるんでしょうか。おお、矢が出るね。ラッキー。矢はね、初見の時はありがたいね。できるなら矢を使って安全に倒していきたいところだもんね、初見。オッケー。いや、別にクリーパー出てくるわけでもないし問題はないか。終わり、2回クリア。クールダウンか。あ、バーストクロスボウ良さそうね。うん、いいエンチャがついてる。長弾とボーナスショット。おうおう、2つ素晴らしいのがついてるじゃない。これ最後まで使っていけるかもしれません。で、ここはなんかクリーパーが出てきそうな気もする。出ないか。いや、別に問題ないね。うん、クリーパーが出るわけでもないし特に難しくもないですね。3回クリア。今シーズン序盤意外と簡単か。あー、種意外と好き。種意外と好きなんだね。しゃあ、おめえ。あ、クリーパー来た。あぶね。おお、そっちに隠れてたんかい。木の陰に隠れてて全然分かんなかった。危な、やられるとこだったよ。よし、こっちにもいるのか。ん、あ、あ、いないか。終わり。うん、クリーパーが2体ぐらいいるっぽいね。なので若干注意。うん、木の陰で全然見えなかったもん。これはいらないかな。うん、次、あ、エンチャントを入れとこ。うん、長弾は、長弾は多めがいいもんね。次なんだ。はいはい、ちょっと矢を使っていこう。ここもね、矢筒があるので。うんうんうん、多いな。ちょっと待て、多い多い、びっくりするぐらい多いわ。よし、いいね。うん、今回はやっぱりこのバーストクロスボウ使えそう。うん、やっぱ長弾とボーナスショットでもうベストだね、エンチャントとしては。おーし、なるほど、出口のところに強めのやつが待機してた。5回クリア。雷の杖か。でもこんな序盤で出てきてもらってもな、ここ危ない気がする。
だよね。なんかここクリーパーいがちだよね。あ、ちょっと待って、あ、危ねえボタン間違えるな俺。いかんよ、ボタン間違えは絶対良くないからね。ああ、よし終わり。いかんな、ちょっとあのアーティファクトの配置がよろしくないか。まあいいや。うん、森の矢筒でしょ。バーストクロスボウもあるしね、間違いない。で3にしとけばいいですね。初期からね、なんかクールダウンとかさ入ってないもんかね。よし、いいね、いいよ。あ、終わりかい終わりかい。7回すぐ終わったな。愛のメダル、エンチャンターの書もあるんか。んー、でもなんか来るかわかんないしね。愛のメダル間違いないでしょう。パワーシェイカーかな。いや違うか。いや、もう、うん、多分火力は足りないっぽいから。おーおーおお、ディープリーフかい。危ねえな。オッケー、愛のメダルあるから、愛のメダルがあるから、とっておきはね、とっておくべきですよ。おお、ナイス、いい感じいいところにいてくれた。よし、終わりだね。よっしゃ、8回クリア、順調です、特に問題ない。お、武器、勇者は別にいいな。火力としてはこっちなんだよな。流れ込む魂、あ、弓で倒すから次商人だしね。流れ込む魂でいこう。流れ込む魂で回復を入れながら行きましょうか。 4% 回復できれば素晴らしい。うん、3にする必要はまあないですね。で94、おう、いいんじゃない、いいんじゃないの。でボスか、何が出る。防具がね、初期だからね、攻撃を食らっちゃダメ。なんだ一体か。おお、珍しいね。あ、珍しくはねえか、珍しくはないけど。よし、いけ。あー、愛の目だ、これ良し悪しなんだよね。あいつらが壁になって俺が動けなくなって攻撃食らう時があるんだよね。やべ、倒したい。よし、出てくる前に倒した。10回クリア。ゴーレムしよう。うん、これでしょ、ゴーレムがいいわ。11回。あー、ここなんか最近ようあるな。どうせいっぱい出るんでしょ。いや、そうでもない。おう、いや、そんなに出ないぞ。あ、いや、まだ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 来る、まだ来る。あぶね、こっちいるんかい。あー、レースね、終わり。ははは、クリーパーもいないし、まあ問題ない。うん、大丈夫です。あー、ドラ
どうする？ゴーレムは入れときたいな。こっちかな。ね。あ、危ない。クリーパーいるじゃん。いや、これ、いや難しいとこだったな。愛のメダルがあるから、ゴーレムと変えてもよかったのかもしれないな。いや、今のは難しいよ。おお、終わり。ステージ自体は全然余裕ですね。ちょっと待って、防具は？あー、いいんじゃない？うん。ポーションバリアついてるし。2ぐらい入れときゃいいでしょう。いきまーす。あー、ゴーレムの HP。更新してくるの忘れた。いけ。ちょっと待って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 、すげえな。ちょっと待って、これすげえぞ。危な、これ矢なくなるかもな。ちょっと節約した方が間違いないか。おーい、マジでか。まあまあ最悪愛のメダルがあるから大丈夫です。おーい、すげえぞちょっと待って、すごいな。 OK、 上越えいっぱいいるんじゃない。あ、ちょっと待って待って、エンチャンターいるじゃん。ちょっと待って、おーい、火力すげえ。初期防具だったら絶対無理だったわ。あれ、あ、上か。おお、なかなか敵の火力が上がってきてる中盤。あ、いいか。あ、いや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 、防護ついてるぞ、防護があるぞ。 Cあの、魂のナイフとの相性がいい。あ、ミスったミスった、霊気入れちゃった。いいかいいか、うん、動きはね遅くなるしね。もう霊気でいけ、大丈夫よ、霊気で大丈夫、十分十分。 OK、これ矢はあんまり使いたくねえな。あ、あ、あぶねあぶね、絶対食らったと思ったわ。よし、あ、いや、もうこれ矢はどんどん使っていった方がいいわ。危ない、いらんかな、いらん。次、あー、ゴーレムの HP。 まあいいか、次は覚えとこう。いやいや、ここでやられそうだな。よし、 OK、 お前も来るんかい。よし、いいんじゃない、ナイス。まだいるの、こっちに。しゃ、もう出ないでしょう。あ、まだ出る、やたら出るね。そっちにいるんかい。もしや、こっち側にはいない。おーい、すごいね、敵の数。お、すごいな、 HP も高い。結構倒しにくくなってるよ。うん、そんなパワー低い武器ではないんだけどね。もうすでになんかパワー不足みたいになってる。お、15回クリア。んー、何かしら欲しい。いや、でもこれはそうね、弓のサブ武器として考えていいな、今のところは。まだ200本あるんで大丈夫でしょう。ゴーレムの復活を待ちたいけど、まあいい、
いや待っとったか良かったか、怖えな。よし、いいんじゃない、いいんじゃない、 OK。 おお、危ねえ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 、よし、ナイス。ちょっと待って、息ができない、ちょっとゴーレム捕まってる場合じゃねえぞ。おっそ、え、そんなに敵火力ある？敵の火力が結構高い、ゴーレムがやられるぐらい。よし、ちょっと何かしら欲しい、良さげなやつください。あー、変えようかね。なんか、うん、ゴーレムパワーがなんか微妙になってきたから、縦ぐらいにしかならなくなったから、ちょっと攻めていこう。攻めます。さあ、その選択が当たってたのかどうか分かんない。どうだろう、まあ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 、相性はいいからね。うん、この武器との息子の相性はいいんで大丈夫でしょ、いけるよ。おで、ここで待って待って、固まらないで。よし、オッケー、まだ来るんかい。やば、あぶね。よし、あ、でもまあ全然回復するよ。うん、全然回復する。よし、17回クリア。いや、いらんかな。メイ、あ、いや、いいか、メイスで火力上げてもよかったな。まあいいですわ。オッケーオッケー。おい、あこの野郎、嘘でしょ。うわ、待て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 、ちょっと待って、クリーパーやたら多くない？すげえすげえ、ここすげえ。ちょっと待って、クリーパー怖え、ここ、クリーパーが怖い怖い怖い。待って待て待て、やばいやばいやばい、あっぶねあっぶね。よし、いけ。うーわ、すっげえ、3体いるの？ 3 体いるんだよ、それ聞いてないよ。おっしゃ、オッケー、ポーションバリアに突っ込め。よーし、ここすごいね、18回すごい。ネクロマンサー3体とクリーパーがとにかくいっぱいいた。18回、あー、なるほどなるほど、持ってこかね。うん、あ、いや、いや、いいかいいか。うん、あ、いや、うーん、これでしょ、汚れか。はい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 。で、次ボスだね。何が来る？特にエンチャン、なー、霊気を、うん、そうね、霊気をちょっと多めに入れとこうか。あとは別いいや。何が来る？1体か2体か。1体。おお。ああ。懐かしい。久しぶり戦うな。本物のとこ、あそこ？オッケーオッケー。あ、問題ねえよ。
あれ、霊気、あ、霊気当たったね。いや、当たると逆に戦いにくい。うん、あ、出る前に倒したい。いや、無理だったか。あ、霊気いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。すげえ合う合う。よし、はい、20回クリアでーす。あー、こぐか。久しぶり使う？久しぶりで出たね。4シーズンぶりぐらいだ。いや、懐かしいから使おうか。うん、コブにしましょう。あ、エンチャントイレントね。まあ、マルチと虚無。テンポセフトも欲しいな。いや、結構フルエンチャンにしちゃったぞ。大丈夫か。あー、でも、これだったら、森の矢筒の方が良かったか。いや、もうパワー不足だからいいか。おいおい、あ、でも霊気がすっごい本当にいい感じ。待てい、おい、いい感じだよ。あ、これやっぱコグはね、強い。うん、パワー適正がもう素晴らしいよ。適性があるタワーの。まだ出るの？エンダーマイクしか出らんじゃん。終わり？まだかい。まだ何回？あぶね。次は終わりかい。なんだこの最後の出方、何それ。あー、ボール、あー、 HP だいぶ上がるな。ポーションバリア、あ、クールダウンついてるし、いいか。弓使うならファントムでもいいけども、微妙だな。こっちでいきます。なら愛のメダルも使いやすくなるし。あー、でも耐久面が、あ、待って、最後の叫びでいきましょう。あー、まあまあまあ、いいか、いいか、いいか、いいよ、いけるよ、大丈夫、なんとかしよう。いや、もうあと200本あるので大丈夫。いや、これもう武器が良くない。そりゃそうだわな。結構序盤に取ったやつだから武器がもう弱い。これ武器なんとかならんの？ちょっと武器をください。うん、キノコがあったらば、まあ戦えなくはないけど。あ、でも防具いいな。耐久力が一気に増えた。耐久力めちゃくちゃいい感じ。よし、終わり。ここでおしまいだね。まだ？あー、いた。終わり？22回クリア。あ、うん、まあ流れ込む魂はなくなるけども、いいね、キノコもあるし、いいでしょう。弱体とポーションバリアねえしな。衝撃波入れとけ。あ、あの、アイテムボーナスもいいな。まあ、いいか。いい、このまま行きましょう。いいね。ちょっとクールダウンついてるから早めに。オッケー、使っとけ。あ、いいんじゃない？オッケーオッケー。あ、
やっぱね、うん、近接火力が上がるって素晴らしいな。うん、近接火力高いって素晴らしいわ。 OK 終わり。うん、23回クリアです。お、ちょっと待って、こっちがいいじゃん。取るのミスったな。いや、雪玉絶対いいよ。こっちかい。雪玉さんの、これだな。いや、ミスったな。あ、ま、ま、いいか。いいよ。おお、ここ、ちょっと待って。クリーパー出るぞ。あぶね、あぶね、あぶね。おーいって。マジか。え？なるほど。ちょっと待って、出てくる敵に焦ったわ。ラビジャーがいる。マジか、ラビちゃんいるの。こいつは戦いにくいな。敵も多いしね。まあまあまあ、オッケー。だから最初のあそこを抜ければなんてことない。うん、最初のあのラビちゃん2体が厳しい。うん、あそこだけちょっと注意ね。いりません。はい、ここね。もう矢が280本、25回でもう弓だけで戦っていっても良さげだね。まあまあ、コグは連射できないっていうのがね、ちょっとよろしくないんだけども、連射する必要もねえか。 OK、 いいんじゃない。 OK かな。よし、じゃあ行きましょう。ある程度倒したら先に進みます。ほ、お、まだ出るんかい、あっち側。結構出るね。はいはい、多い敵が。序盤多いのは分かるけどさ、終盤多いってなかなかだな。よし、 OK、 矢はどんどん使ってっていいよ。まだ、もういい。敵がとにかく多い。25回めんどくさ。うん、でも難しいわけじゃないからね。いかりかーん。あ、虚無あるね。でも、あ、うん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいよ。怒りいっちゃいなよ。キノコもあるし。ね。ボス専用で持ってけ。何が出るか分からんけど。いいよ。雑魚戦はコグでなんとかいける。うん。大丈夫だ。いけ。コグは連射が効かないからね。しゃあ、あ、そうかそうか、まだ覆われた怒りじゃないな。そうだった、もうすでに覆われた怒りを持ってる手で戦ってたな。よし、いいんじゃない。しゃあ、いいね。矢が出てきてくれるとありがたい。また出た。終わり。あ、まだ結構いるじゃん。ちょっと待って、相性悪い、怒りとの相性が悪い。まだいた。はい、26回、 OK。 いらんかな。いらんね。ここか、行きましょう。おお、待って待って待って、
怒りで倒すのがちょっと難しいな。 OK、 いいんじゃない。あー、もったいな、矢が消えちゃった、もったいない。ちょっと待て、あれ、うわー、いやー、これは当たってない。ちょいちょいちょい、あ、なんかね、うわー、そうかそうかそうか、これなんかアーティファクトようミスるなと思ったら、あれだ、マイクラレジェンズの方になんか手が慣れてるんだな。で、それで、あれだわ、ボタンミスを多発してるんだ。そりゃそうか、3日4日もずっとレジェンズやってたからね。火力アップしたいけど、いいや、いきます。うわ、なんかここ難しそうな場所でも、次ラストだったらね、いい、エンちゃんも別にないし、行きましょう。ちょっと待って、ちょっと待って、危ねえ、危な、いや思いっきり食らってるけどね。よし、 OK、 突っ込むぞ。え、次ユニークだよね。あ、違う、あ、ユニークじゃねえわ。ははミスった、そうだ、商人ユニークじゃない、そうだ、うん、汚れたクロスボウにしたじゃん、完全にミスったわ。まあ一回なんとかなるわ。キノコさえあれば、怒りも使っていけるよ。あ、いや、もうむしろ変えるっていうのもいいね。前言撤回でもう変えるっていう、あー、いやー、ないぞ。武器がない、何しよう。え、クールダウン入れるかね、ならキノコとドラ使えるんで行きやすいかな。で、コグだ、コグで行け。もう、あっちはちょっと俺のミスです、すいません、あれはミスです。コグに、こんなもんかな。ちょっと様子を見よう、ボス次第でなんかエンチャントを変えていきましょうかね。ではラスト、一回やられちゃったね。何が来る？一体、おーい、嘘でしょ、嘘だ、ちょっとめんどくせえのが来たな。まあまあ、ドラ入れて、あ、いいダメージ出る、おう、あ、で、次ピオらせて、どうだ、 あんまり当たらん、いや、ドラ入ってないからだ。 OK、 倒した、あ、いや、これ、怒りっていうよりもコグクロスボウが強かったわ。はい、ちょっと反省点が結構多い初見攻略になりましたね。ちょっと今回難しいかもしんない。なんか注意すべきところがいくつかあった気がします。報酬は、3であれ。3であれ。2は 40% マイナスか。まあまあ、スイートツースにしましょうかね。はい。
ということで、今日は初見攻略でした。明日はね、完全攻略出していきます。そっちのチェックもよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。